いやいや、どうも、YouTube、熊坂です。コントラバスアワード、いよいよ、締め切りました。もう6月です。暑い。暑い。あ、ごめん。それは関係ない。暑いのは関係ない。5月の31日にコントラバスアワードを、の応募を締め切らせていただきました。はい。で、実はこれ、コントラバスアワードやろうって思い立って、こう、動画流しちゃったでしょ？で、流しちゃった時に、これ応募ゼロだったらどうすんのよって、すごい思ってたの。で、もう超、ドキドキしながらやってて、で、最終的な気持ちとしては、2人だとちょっと寂しいから、3人来たらもう万々歳みたいな、ね、思ってたの。そしたらもうなんか、とりあえず表彰台の3つ、この凸凹のこの3つ、1、2、3みたいなね。まあ1位、2位、3位は決めないけど、その3人いればそれが埋まるじゃない そう思う。じゃあもうこれでいいわ。3人来てくれたらありがたいと思ってたんですけど、今回、はい、締め切りまして、応募総数がなんと5名。ありがたい。ありがたいやー、嬉しい、ありがとう。本当に応募してくださった方、本当ありがとうございます。で、今日はそれを早速見ていこうかなと思うんですけどもね、その5名の方、皆さん、その動画流してもいいですよって言ってくださったんで、で、早速皆さんに共有したいなと思うわけなんですけども、形として、なんかその、アワードなんで、まあ、表彰をするという、まあ、賞をあげ、与えるっていうね、まあ、与える立場でもないんだけど、まあ、まあ、様式としてね、私が与えるってことになってるだけなんだけど、なんとか賞です、じゃあ次、みたいなの、じゃあちょっと寂しいじゃない。だから、差し出がましくは思うけれども、まあ私がこの動画を見てどう思ったかっていうのを、赤裸々にっていうか、まあ嘘はつかないので、本当に私はこう思うよっていうのを、アドバイスじゃないんだよな。まあそういうことを、ちらっと好評を挟めたらなと思います。はい、じゃあ精一杯頑張って、好評できるようにしますので、じゃあ早速見てみましょう。エントリーナンバー1番の、はい、これ、エントリーナンバー1番は大阪のいっこさん。いっこさんという方で、女性の方ですね。女性の方で、曲は、香川亮さんの流行歌だよね、これ確かね。香川亮さんの曲って言ったら、この間バズってたけどね。まあ、ちょっとじゃあ見てみましょう。香川亮さんのコントラバスの弾き語り、やってみてみましょう。せーので、ポチッとな。私
だけの明日が覗いていました。君は君のことが好きでありますように。僕は僕のことが好きでありますように。君は君のことが好きでありますように。僕は僕のことが好きでありますように。いやー素晴らしい、素晴らしいですね。いや声がいい、まずこれびっくりするよね、こんな声。いいじゃないですか。いいっすよ。すごい。で、声がいいのと同時に、リズムもいい。歌のリズムがすごくいい。歌詞がね、聞き取りやすいっすね。なんかね、歌詞が聞き取りづらいっていうのには、いくつかなんかその、理由があると思うんだけど、もともと聞き取りづらくてもいいような音楽もあるんだけど、なんか、フォークって、ほら、こう、なんつうの、聞こえなきゃダメじゃん。その詩が聞こえなきゃなんかほとんど意味ないじゃん。うん、で、その歌のその歌詞が聞き取りづらいのにはなんかこう、まあ、はっきりした音になってないとか、だからいわゆる腹から声を出すみたいな、腹から声を出すとかね、うん、まあそうだね、腹筋使った方がいいだろうね。とか口が開いてないとか、口は開かなくても実は聞き取れるんだけどね、うん、とかあるんだけど、でももう一番なんか重要なのはこれリズムだと思うのね。リズム、うん、リズムっていうのはなんかその自分なんかもう難しいんだけど、リズムってそのこう思ってますみたいなのを言う時にできるのがリズムな気がするんだけど、そういうのが多分すごいきっちりできてる気がする。っていうのはまあ緊張してる風がちょっとあるけど、でもそう緊張してますよっていう風にやることによって逆にね、逆にこう届いたりする だ,、うん、だから緊張って俺した方がいいと思うね。最終的に緊張してちゃダメなんだけど、なんていうのかな、緊張感は持たなきゃダメなんだけど、うん、緊張してたらダメなんだけど、でも緊張全然しないで緊張感もないやつよりは緊張してた方がずっといいと思う。緊張できるやつの方がずっといいと思いますよ。うん、でね、そうですね、まあ声リズムがいいで、歌のリズムがいいから逆にベースのリズムがなんかちょっとギクシャクしてるように聞こえちゃったりする時がある。でもこれも多分ね、もっとねベースが自分の体にフィットしてくるっていうか、なんか体の一部になる、手足のようにこう音が出せるようになるんでしょきっと。俺もまだまだこれからもっと先があると思うんだけど、そうなってくるともっと幅が広がるかな、うん、でもっと強弱で遊んでも、その大きいちっちゃい声、大きい声ちっちゃい声みたいなのって遊べるじゃない、下手でも、うん、そういうところまで余裕が出てくるといいかな。強弱ってね、思ってるよりも物語作れるから、ベースの音でもね、ベースの音でもこのくらいから、これも同じ E を弾いてるだけなのに、なんかこう、全然その全然色が変わってくるじゃない、その空気の色が、うん、そういうのがいっぱい使えるようになると、もっとなんか説得力のある、もっと説得力のあるね、うん、これも十分いいけど、十分説得力あるけど、はい、というわけで、じゃあ大阪のいっこさん、いっこさんには何賞をあげようかと考えたんですが、一等賞をあげようと思います。一等賞っていうのは、ね、これ、いっこさんすごい早かったんですよ、応募が。だから、すごい早かったって、どれぐらい早かったかっていうと、動画を上げて1時間後か2時間後ぐらいにはもうなんか、応募しますって動画を送ってくれたんですよ。これは早いと思って。で、これでよかった、ゼロではなくなった、みたいな、すごい報告したんですけど、はい、とにかく早かったので、一等賞、うん、一等賞、
送らせていただきます。おめでとうございます。はい、じゃあ後日 CD 送りますからね。はい、ありがとうございます。で、じゃあ続きまして2番手は千葉県松戸市の吉山さんです。じゃあ早速聞こうかなと思うんですが、あ、曲名ね、曲名はバッハさんですよ。何、ヨハンセバスチャンバッハ合ってる？逆？セバスチャンヨハンバッハ、よくわかんないな。まあバッハさん、これもバッハさんの曲で、人選上のアリア、人選上のアリア、じゃあ早速聴いてみますか。ジャズアレンジでしたね。はい、じゃあ聴きます。ポチッとな。昔ロココジャズってのがあったね。なんかロココ時代のクラシックみたいなのをなんだ、ジャズアレンジしたピアニストがいたよね。そういうアルバムあったよね、あれ何だったんだろうね。まあまああれ何だったんだろうねっていうのは、多分ジャズピアノ弾いてる黒人も実はクラシックやりたかったんじゃないのみたいなね。あ、そういう映画あったね。そういう映画があった。あ、それはまた後日紹介しよう。今は吉山さんの話。吉山くんはね、これ実はそのメールをいただいた時に、なんか全然なんかすごい他人行儀というか、全然知らない、初めましてみたいな感じの文面で、で、バッハの人選上のアリアとラルゴをお送りしますって言って2つ送られてきたんですよ、動画が。でそれで、あ、吉山さん千葉県は嬉しいなと思ってたんですけど、あのね、これ動画開けてみて、まずその、あ、ジャズじゃんと思って、あ、ジャズかと思って、で聞いてたんですけど、聞く前にピッピッチラッと見たら、あれ、この顔知ってるよ俺と思って、これ誰だったかっていうと、僕のね、大学時代の、チラッとかすった後輩なんですよ。後輩でした。いや、吉山くん、俺覚えてるからね、吉山くんのこと。そう、ジャズ研って僕の大学にはもともとなくて、で、僕が卒業するかしないかぐらいの時に、なんかジャズ研作るらしいよって言って。で、僕はもともと、モダンフォークソングクラブっていう、なんか70年代ぐらいにフォークソングクラブができて、そのがずっと名前変えずに、その頃僕らの先輩は、それこそレイジ・アゲンスト・ザ・マシーンとか、あと何やってたっけ、まあ、もちろんビートルズとかやってる人もいたし、ジョン先輩とかいたね、いたいた、あとね、そうだな、何やってたんだろう、
US 好きな人がいたり、いろんな人がいたけれど、ちなみに僕はギターを弾いていて、ジョン・スペンサー&ザ・ブルース・エクスプロージョンとかやってました。ガーッってやってました。うん。まあ、それは置いておいて、で、それで、その卒業間近っていう時に、ジャズ研ができるかできないかみたいなところに俺顔出してたんですよ。もうじき卒業だけどって言って。で、顔出してたら、それで、で、僕が卒業後にジャズ研っていうものが出来上がり、で、その卒業後、たまーに顔出してたんですよね。で、そのたまに顔出してた吉山くんいましたよ。覚えてますよ。覚えてます。てか、吉山くんだからベース続けてたんだね。いや、嬉しい。それが本当に嬉しい。これだって何年経つのわかんないけど、すごい。いやー嬉しい。なんか始めた人にはやめてほしくないね、やっぱりね。これね、こんなのインテリアになってたら邪魔でしょうがないし、なんかもうね、もうなんか切ない。だったら俺ちょうだいよって思うね。そのインテリアになってるベースだったら俺ちょうだいって思うもんね。うん。で、吉山くんが弾いててくれた。これもうそれだけでありがたい。それだけでありがたい。で、じゃあ音楽の内容に入っていきますけど、ね、ジャズだからじゃないんだよ。そう、違う。コントラバスアワードなので、もっとベースが前に出てもいいかなって思います。前に出るっていうのは、別にコントラバスアワードに限らずだけどね、コントラバスやってる人ってちょっと後ろに下がっているっていうイメージの人が多いような気がする。うん。もっと前に出て、もっと前に出て、いい気がする。気持ちがね。その、まあ、音量もそれほど稼げないから、まあ、アンプを使えば出せるけど、なんていうの、気持ちとして、なんか、ね、音を出してるんだっていう気持ちで、とにかく前に出ることによって、で、出る音って言ったら、ボン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 しかないんだから、その、ボン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 っていうので、気持ちが前に出るとどうなるかっていうと、そのね、低音のところがグンって持ち上がるんですよね。そうすると、上の人がグンって持ち上がることによってなんかね、この遊ぶ場所が増えるみたいなイメージになるのかな、うん、と思います。だから、ベースが後ろに引っ込んでると遊ぶ場所が狭くなっちゃうんだよね。だから奥行きも出ないし。うん、だから、もっと気持ち前に出てもいい気がするな。気持ちの面をね、気持ちの部分を。うん、で、あと、これ、リモートで、ピアノの録音を聞きながら弾いてるのかな？ちょっとね、後ろめになってる時があるかな？ジャズってこう、トゥンカ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 っていう、こう、なんか、跳ねるようなさ、イメージがあるけど、それってトゥンとカが離れてれば離れてるほど、跳ねてる感じがするじゃん。だから、ベースの人がちょっと遅れると、ここが離れないんだよね。トゥンカ、トゥンカ、トゥンカ、トゥンカって。うん、そうすると、ここは離れた方がいいのに縮まるから、跳ねないような、そんなようなイメージが俺にはあります。うん。なんか、突っ込めば突っ込むほど、突っ込みすぎたら、なんか、わけわからんんじゃけど、なんか、頭を、のちょっと前目を狙って弾く方が、なんか、こう、こういうのなんて言うんだっけ、シャッフルっていうの。うん、なんかそう、スイングっていうの。スイングするような気がするなぁ、するなぁ。うんかんかくんくんかんかくんって、うん、なる気がする。たくんくんってなる気がするけどな。うん。あとはもう高い方もきっちりやり続けてますね。お疲れ様。これちょっと、もう一回見ると。ちょっとわかんない。この角度だと、この角度だとちょっとわかんない。あとはそうだ、これね。一番最後の音、一番最後の音が弓なために、こうずっとこう、ね、弓を持った。俺、弓を持ったままの指弾きって俺できないんだけど、いやー、すごいね。俺、ちょっとこれ練習しよう。吉山さんのこれ見て練習しよう。うん。はい。吉山さんはベースを続けててくれて嬉しい。吉山くん、見てる？ごめん、仕様に使っちゃダメだ。はい。というわけで、まあ、そんなところかな、ジャズで、うん。リモートで頑張りましたでしょうとかも考えたけど、吉山さんの師匠を発表します。吉山さんは、もっとでかくいきましょう。というわけで、バッハの曲なので、音楽の父師匠、これをあげたいと思います。はい、これを、
はい、ご表彰させていただきます。音楽の父賞、吉山くんでした。はい吉山くん元気そうで何よりです。というわけで今日は大阪のいっこさん、それから、千葉県の、吉山さん、はい、この二方を、表彰発表、はい、させていただきました。どうですかね。で、次回はもう3人いるので3人をバンバンバンってやっていこうかなと思います。はい、でショーに関してはお二方これ CD だったんで CD をお送りします。必ずお送りしますけれども、実は、まあ、この間もちらっと言ったけど、もう一個ね商品考えてるの で今ね作ってる最中なんですよ。作ってる最中なので、それ出来上がったら一緒にお送りしますんで、必ずお送ります。なのでちょっとお待ちください。はい、ということで今日はコントラバスアワード2組というかお二方、はい、発表させていただきました。こんな感じで次回もやりたいと思いますんで、またご覧ください。お願いします。今日はどうもありがとうございました。ではまた。